今回タイトルが千葉和彦選手のアルビレックスマルケエピソード的な、はい、感じでお願いできればと思います、はい、さっき小島良介選手帰ってきました、はい、すごい盛り上がってましたね、はい、嬉しいですね。チームからこうやって代表選手が選ばれてまたねチームにこういい刺激をもたらしてくれると思いますし、うん、やっぱみんなもそこを目指そうっていう気持ちがより一層高まると思うので、うん、非常にチームにはもうプラスでしかないです。小島選手の代表入り、まあ、追加招集でしたけど決まった時っていうのはチームの雰囲気っていうのはどうでした、はい、そうですね、まずその一番最初の代表発表用の時に、はい、もうコージあるんちゃーんみたいな感じでこう煽られていたので、はい、まあ、そのぐらいのパフォーマンスを見せてると思いますし、うん、こう同じチームのキーパーだからっていうわけではなく、引き目なしで本当に素晴らしいパフォーマンスを今シーズンは続けていますし、まあ、追加でね、前川選手のアクシデントはあったんですけども、はい、その中でやっぱ選ばれるっていうことは、そこのテーブルというか、枠にはしっかり入ってると思いますんで、ここからねまたいい刺激をもらったと思いますし、自分の足りないものだったり通用するっていうことが物差しがね自分ではっきり見えたと思うので、はい、どん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 、なんだろう、自分を超えていってほしいですね。小島選手っていうのはなんかそういういじられるというか、いじられるなんかそうですね結構なんだろうな、まあ、変わってるじゃないですけど、はい、なんか変な独特な感じがあるので、変わってるまではいけないですけど、はい、まあ、自分のルーティーンだったりとか、うん、いろいろなもんがあって、はい、そういうのを別にあんま隠さないというか、うん、つつけば結構出てくるタイプの人間なので、はい、非常に人間味があって面白い選手です、うん、やっぱりみんなも喜んでますよね、こういう代表チームから代表選手。あ、そうですね、はい、まあ、小島選手ももちろんですけど、うん、アンダーの、ね、世代の水戸選手だったり、うん、小見選手も、小見選手は先日までねアジアの大会で、はい、戦ってましたし、やっぱそういった部分をみんなもね刺激受けてますし、やっぱみんな気になって見る部分があるんで、うん、まあ、それはね小見選手の成長にとって一番こう大事なものを経験してきたと思うので、うん、はい、歩みを止めずに、うん、はい、突っ走ってほしいなと思いますね。水戸選手ももちろんですけど、そうですね、はい、まあ、水戸選手は結構継続的にね、そうですね、はい、やっぱり行くたびに成長してるなみたいなのってあります、はい、感じますか。そうですね、自分の武器っていうのを分かってる選手だと思いますので、うん、そこの使うタイミングだったりっていうのは成長してるなっていう部分は感じますね、まあ、守備の面においてもここも、1年間通して J1 という舞台でやってる、やり出続けてる部分が、うん、もう守備の部分でもすごい成長を感じますね、僕は、うん、はい、彼らってどういうキャラクターですか。まあ、お互いがこう意識し合ってる関係だと思いますね、うん、内に秘めてるライバル心じゃなくて表にむき出ししてるライバル心みたいな、うん、でそれでいてこうちゃんとした関係が成り立ってるので、はい、仲いいですし、はい、本当にこうねいい2人の関係性だと思いますよ、うん、見てて、まあ、こうこれからをねの新潟を引っ張っていく存在になってほしいですし、うん、彼らにこう引っ張られてでまた追い越してくる選手が出てきてほしいですね、うん、はい、まあ、ちなみに、まあ、同じうちの YouTube ですけど、はい、高木選手もやらせていただく、はいはいはい、彼はどういう方ですか。やっぱりなんだろう、勝ちにこだわるというか、負けたくないっていう気持ちが一番強い選手だなと僕は感じていて、うん、はい、やっぱ彼がいることによってチームの雰囲気っていうのがピシッとなる部分が非常にあるので、うん、そういった部分ではいつも僕は助けられてますね、うん、やっぱりキャプテンシーっていうのを持ってる選手、そうですね、はい、非常に、はい、そこは感じますね、うん、プレー面でそれはすごい感じます、うん、はい、普段からはそんなにこう引っ張って俺がっていう感じではないですか。あ、もうオフ・ザ・ピッチのとこはもう全然、はい、本当にいい若手のお兄ちゃんみたいな存在で、結構サッカーの部分でもすごいアドバイスしますし、みんなに、はい、でもピッチに入れば時に厳しく、うん、で自分にも厳しいですし、うん、やっぱそういった姿勢っていうのはみんな見てるので、うん、非常にこう一目置かれる存在だと思います、うん、ムードメーカー的な選手は千葉選手はやってるのかなと思うんですけど、ムードメーカー、まあ、そうですね、
まあ、意識してこう盛り上げようという感じはないですね。もう自分が楽しく、うん、チームがこうなんだろう歯車が合うようにというかチームの力をこう出せるような雰囲気作りを心がけているだけで、うん、意識してこうめちゃくちゃ盛り上げようという感じではないですね。そうですか。はい、阿部選手の方が盛り上げようという感じはそれは感じる感じるかな僕は。確かにベンチとかからでもすごい声、ね、そうですね、はい、やっぱこうなかなかね難しい状況においてもやっぱチームファーストっていうことを考えられる選手なので、うん、すごいそこはリスペクトしてます僕は、うん、まあ、ムードメーカーという意味であんまり小島選手自身意識されてないとおっしゃってたんですけど、はいはい、なんかこう試合終わった後にこうパフォーマンス的な、はいはい、あるじゃないですか、はいはい、昨シーズン昇格決まった時もあったんですけど、はい、あれは千葉選手プロデュース、プロデュースいつの間にかプロデュースになってるみたいな、まあ、ある試合ですごい劇的な勝ち方をして、はい、で僕その試合はベンチで見てて、はい、すごいなんか自分が興奮しちゃって、うん、はい、それで即興でこうパフォーマンスをやってそれがきっかけでなんか勝った試合はもう継続それでやっちゃうみたいなでそのうちそれが高齢化していったっていう、はい、あれは考えるのは考えるのは僕か、まあ、阿部選手か、はい、やっぱりそうですね、はい、ホームで時はめちゃくちゃ難しい口では伝えれないやつは前日ぐらいにちょっと集めて、はいはい、やったりはしますけども、はい、結構簡単なやつは終わった後にこうベンチで、うん、はい、ボード使いながら説明して戦術みたいな戦術的な、はい、感じで説明したりは、はい、しますね。でも阿部選手もそうだと思うんですけども、まあ、自分が楽しいのが一番だと思いますし、うん、自分が楽しんでそれが、ね、周りの人が伝染して楽しんでもらえればそれが一番いいと思うし、うん、無理やりこう笑わせに行こうとか盛り上げようっていうよりもまず一番はやっぱ自分が楽しまないといけないと思うので、まあ、サッカーに限らずね、うん、はい、どの局面においても、まあ、仕事とかでもそうだと思う家庭においても、うん、自分が楽しめないとやっぱ周りの人っていうのは楽しませれないと思うのでまずそこが一番かなと思ってます。この前勝利した川崎戦後かなロッカールームの映像が出て、はいはい、めちゃくちゃ盛り上がってる映像が出てたと思いますけど、はい、勝った時っていうのは結構ああいう感じですか。そうですね、新潟のロッカーは音楽かけながらっていうのが試合目もそうですけどもそうですか、あるので、で今シーズンずっと連勝がなくてですね、うん、で川崎戦でやっと連勝できたっていう部分もあったので、うん、はい、で復帰してねゴール決めてくれた太田選手っていう存在もその盛り上がった要因の一つでもあると思いますし、はい、ああいった、ね、雰囲気を毎試合出せるような、ね、試合結果を求めていきたいですね。